平野紫耀アイドル業の葛藤と成長の奇跡、王子様路線からの脱却。第一章、アイドルの舞台裏での葛藤。キング・アンドプスのメンバーであった平野紫耀が5月22日にグループを脱退し、ジャニーズ事務所からの退場も発表された。その後、平野の過去のインタビューが話題となり、 彼のアイドル業における葛藤と変化について議論が巻き起こっている。第2章、王子様路線への違和感。平野耀はデビュー当初、王子様路線でファンに支持されてきた。しかし、彼自身はこのイメージに違和感を抱いていたことを告白している。彼は過去のインタビューで、当時はどこへ行っても、王子様、と言われて、正直恥ずかしかったし、 危機感を感じてました。本人が一番王子様なんて自覚してないのに大丈夫なのかなって笑い、と述べており、自身のアイドルイメージに対する矛盾を感じていたことがわかる。第3章、ファンの反応と分かれる意見。平野の発言に対するファンの反応は賛否両論で分かれている。 一部のファンは彼の発言を冒涜と捉え、王子様路線を否定する行為とみなす一方、他のファンは彼の発言を自己評価と理解し、アイドルとしての成長を賞賛している。この意見の対立がオンラインコミュニティ上で激しい議論を巻き起こしている。第4章、アイドルとしての変遷と成熟。 平野紫仕様は徐々に王子様路線からの脱却を模索してきたことも明らかになっている。彼はダンサーとしての一面を披露し、シングル曲マジックタッチでは新しいダンス路線に挑戦し成功を収めた。また番組のインタビューで王子様感を払拭したいと語るなど、自己のアイデンティティを追求し続けてきたことが伝わってくる。 第5章、アイドルからの新たなステップ。平野紫耀のグループ脱退をきっかけに、彼が今後どのような活動を展開していくのかが注目されている。彼はアイドルとしての過去の葛藤を克服し、自己の成長を追求してきたことを考えると、新たな分野での挑戦や表現方法の幅を広げていく可能性があるだろう。アイドルの奇跡と成熟。 平野紫仕様のアイドルとしての奇跡は、王子様路線からの脱却と自己の成熟を追求する旅であった。彼の発言からは、アイドル業の裏側に潜む葛藤や成長の過程が浮かび上がっており、ファンと共に歩んできた彼の旅路が垣間見える。今後の彼の活動にも注目が集まることだろう。